スーパーストリートファイター 2X が 3DO 限定で移植されたわけ。ジャカ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 スパ 2X がですね、3DO にのみ移植されたわけっていうのをちょっと話してみたいと思いますよっ。拍手でもせんとテンション上がらん、テンションは実は全然上がってないんですけどもですね、今日はそんな話をしてみたいと思います。今日の話がですね、おもろかったなと思うたらですね、高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、Facebook の方もやっております。よかったらフォローしてやってください。大変喜びます。まあね、理由はあんまたくさんないんで、引っ張りたくもないんで、ズバッとお答えします。スーパーストリートファイター 2X が 3DO 限定で移植されたわけ。じゃか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 これは最後も見た方がいいです。まあ、こういうことが往々にして起こるんやなっていうことの、まあ、悪い例だと思いますが、最後まで見ていただけたらなと思います。この頃、僕には S さんっていう上司がおりました。この S さんはですね、まあ、ゲーム会社じゃないんですけど、よその会社で乗務をしてはりましたっていう、非上場の会社ですよ。乗務をしてはりましたっていう方がおられて、その方が中途採用で来られたわけですよ。カプコンに。で、なんでか知らんけど、僕の上司になったんですね。歳は6つ上ですわ。で、まあ、その人と西山さんがぶつかって西山さんが抜けた、みたいな感じで、考えていただけたらええかなと僕は思ってるんですけど、その、まあ、S さんが、なんでか知らんけど、ある時、スーパーストリートファイター 2X は 3DO 限定になったからって言われたんですよ。なんですかそれですよ、僕にとってね。なんですかそれつって。で、いろいろまあ僕のことやから、言葉汚くですね、罵りながらですね、それを否定したかったわけですよね。ひっくり返したかった。で、ひっくり返そうと思って努力したんですがですね、最後言っていただいた言葉はですね、決まったことなんだから仕方ないだろうって言って、なるほどね、と。今更言っても遅いんだよ、と。うん、なるほどね、と。で、僕も、僕の部下も、まあ、食い下がっても仕方がないのと、アーケードとコンシューマーってこう部門が分かれてたんですよ。で、アーケードのオリジナルを作った人は、コンシューマーの移植に対して基本口出しもできないし、仕様変更にもあんまり実は口出しができないんですよ。お伺い立ててくれたらお答えしますよっていうことなんですね。で、コンシューマーで売れたら、じゃあお前らが作ったのがコンシューマーで売れたからボーナスは出るねもないんですよ。その当時のカプコンは。だ僕はすごい分の悪い商売してるなと、僕がですよ。分の悪い商売してるなと思ったんです。アーケードでオリジナル作ってヒットさせて、コンシューマーに移植したら、コンシューマーの子らが売れたらボーナスこっちに出るっていう。それは分が悪いなと思ったんですけど、コンシューマーサイトとしても、どう考えても、スーパーファミコンとかに出した方が、圧倒的に分がいいと僕は思うんですよね。と思うんです、僕は。なので、その選択を、こう、コンシューマーサイドが受け入れたってこと自体が不思議で、で、それを受け入れたってことは、それなりの理由があると思ったわけですよ。確かに、その当時のハード、家庭用ハードが、セガサターンとか、プレイステーション1とか、まあ、スーパーファミコンとか、みたいな感じのハードで、まあ、業務用のハードのスペック、大したことないんですけど、カプコンのは、をフルフルで引っ張って作ったスーパーストリートファイター 2X の移植が安易にできますかって質問は当然のです。移植できますかって質問でもクエスチョンが出るぐらい厳しいのは理解してます。とはいえ僕らからすると虎の子の一匹というか、アーケード側では完全にエースなわけですよ。その年で言うと
スーパーストリートファイター 2X が一番売れてる。いっちゃん頑張ったタイトル。で僕らも一番納得してる。で、開発したメンバーも納得してるし、僕も納得してるし、マーケットも納得してくれてると思ってた。で、僕らの中では、スト2っていつまでやるねんってずっと言われてる中で、僕らの中では、完成したと思ったんですよ。スト2完成しました。スト2、スト2ダッシュ、スト2ダッシュターボ、スーパーストリートファイター2、スーパーストリートファイター 2X というふうに続いていったんですけど、スト2が完成したと思ったのがスーパーストリートファイター 2X なんです。だから、その後スト2は出てないんです。毎年何回出すねん、スト2って言われてたんですが、出さなくなったにはそういう理由があります。完成品ですと。で、自分らとしては自信作です。こういうふうに思ってたわけです、当時。多分、今でもそれなりにスパ 2X はやってくれてる人がいるんじゃないかなと思ってるぐらい、僕らの中では完成度が高かった。その完成度の高いそれを、虎の子ですからね。それを、まあ言ったら、まあ僕らの記念品みたいなもんですよね。ここまで引っ張ったスト2をこれで完成させたんですっていうのはですね、売れないであろうパナソニックの 3DO にのみ移植しますという風な決断をしたっていう、その会社の上部の方たちが決断されたことは、まあとても心外ではありました。多分これ藤原徳郎絡んでないですね。だって藤原くんの部署でないですから、多分 3D は別の部署だったんですよ。っていうところでですね、僕らの知らぬところでですね、これが全部行われてしまっていたという。で、僕はそういうところが嫌なんですよね。僕はその S さんのこと大嫌いだったんですけど、こういうとこやでと。ここが嫌なんやでと。で、大体ね、ゴルフ場とかお姉ちゃんのいる店で決まってほしくないわけですよ。大事なことは。もちろんどこで決まったか知らないですよ、これ。勝手なこと言ってます。これとそれとは直接は繋がってないです。ただ、ゴルフ場で決まってるやろなと思ってます。本気で。お姉ちゃんのいる店はどうかわからんけど、ゴルフ場で決まっとるやろなと。大概大事なことはゴルフ場で決まってくるんですよ。その時誰が同席してたの知らんし、もしかしたら S さんは同席してないかもしれん。辻元さんかもしれん。わからへんよ。だけど、僕より上で決まってるんですよ。で、誰かが納得されてるから僕に話してる。僕が納得してないから僕の部下に言えないですからね。納得してないって言って言えないですから。まあ、こんなことになりやがってクソ腹立つみたいなことしか言ってないです。で、そのゴルフ場でね、大事なことが決まることも嫌で、その席に僕が同席させてもらえないことも嫌で、せめて僕が納得できるような説明を頑張ってやってほしいと思うんだけど、それもされないのも嫌、まあ何しても嫌なんですけど、どの状態からでもぶち切れて食ってかかってみたいなことするようなやつやから呼んでもらえんかったっていう説もあるかと思います。藤原徳郎くんなら呼んでもらって説明してもらえたかもしれません。彼はね、熱くならない、淡々とやっていく。僕はブチ切れタイプなので、タイプは全然違うんですよ。で、ただ彼の方がしつこい。淡々といつまでも返さない相手を、みたいなところはあるんですけど、僕はブチ切れてすぐ終わるんですけど、ブチ切れキャラなんですね。その、特に納得できない上司のそういうのに関してはよくブチ切れるタイプなんですが、まあブチ切れてたんですが、まあそれが悪かったんやろうなと自分でも思ってます。思ってますけど、説明は嫌でもしてほしいじゃないですか。俺ですよっていう。俺ですよ。スーパーストリートファイター 2X を 3DO で限定で出すよ。これは説明欲しいです。ほんまはしようと思うんやけど、どない思うと。3DO 限定で出そうと思ってるのどない思うお前って。こっから欲しいです、本当は。それがはしょられて、もう決まったことはしゃあないやろっていうね、神の言葉で反論する余地一切残さない状態で突っ返されると、まあ、なんすかね、余計嫌いになりますわね。そうじゃなくていろんなところで嫌いなのに、ますます嫌いになる。これでも人間関係ってこんなもんで、僕が向こうのこと嫌いと思ったら向こうも僕のこと嫌いですから、お互い嫌いやったら、まあコミュニケーションもなくなるわけですよ。この辺は僕の反省するところだと思います。嘘でもええから、ええ顔せんとあかんですよね。嫌いでも。心の中で嫌いでも、ええ顔して、いや、そうなんすかって言いながらいつも寄っていかないあかんねんけど、嫌いから寄らへんしね、僕は。みたいなところもあって、余計あかんと思うんですが、まあこんな結果になってしまいましたと。とっても心外でした。で、これがなんでほんまに 3DO に決まったのかっていうところですね。当時思ってたことを正直に言います。今も同じことを思ってます。二つ理由あります。一番、移植できそうなハードがなかったから。これね、結構本気で思ってます。まあ苦しかったんだろうなと。まあ僕はそういう苦労したことがないというか、アーケードのハードで作ったものを
コンシューマーのちっちゃいハードに何とか移植してくださいみたいな作業をね、あんまりしたことがないので、この苦労は分かってないんですが、それでも他社さんは皆さん頑張ってはったので、頑張るところじゃないですかとは思ってましたが、まあ理由として一番大きいのはこれやないかなと思ってます。で、当然2番もあると思ってますが、独占ってわざわざ付けたってことは、だいぶバックされてるというか、だいぶいいものをもらってる、いい条件をもらってるんだろうなと思います、カプコンが。で、これ1番2番は絶対確定です。こっから後ろが嫌なんですよね。なかったと思いたいっていうのが、S さんがキックバックをもらってる。または S さんが接待付けになってる。ここまでなかったと思いたい。まあ何にしてもですね、その当時、まあ今も多分そうだと思うんですが、最終決定権っては辻本さんにしかないので、辻本さんが OK してるってことは、まあ一番のその移植しづらいですっていう説明がちゃんとなされてること。で、2番に、こんな大きな金を彼らが出してくれると約束をしてくれてます。みたいな話があって、辻本さん OK してると思うので、その辺商売人なんでね。で、OK してはると思うんで、まあ僕より上の人たちは納得してたんでしょうね。まあその後はまあ 3D をなくなったりしたんで、他のハードに移植したり、ムニャムニャみたいなことあったと思うんですが、その当時完全に独占で行くぞということは言われたのと、それには実は納得してなかったっていうのと、なんでそうなったのかっていうよりは、ほんまに知らんのですっていう話をですね、今日はまとめて、させていただきました。どうだったでしょうか。まあまあなサイズの会社で、まあまあな一作を出してでも、こういう大きな決定の時に、蚊帳の外に置かれてしまうっていうこともあるんですよっていうね。皆さんからしたら何でもお前がやってたんちゃうんかと思われると思うんですけど、決定権がなかったので、より早く出世したかったみたいな話を前の動画で話してますが、こういうところです。これがあるから出世をせんといかんのですと。何でも自分が責任取れる、腹切れるっていう気持ちになってないものっていうのがたくさんあるんで、腹切れる気持ちになるためには自分は急いで出世する必要があります。皆さんもですね、責任と権限は表裏一体です。どうしても自分の責任の中でやらせてくださいと思うんであれば、出世する必要がありますという、今日はこんな話をしてみました。最後までご視聴ありがとうございました。今日はここまでです。バイバイ。